ついに始まりましたポケモントーナメント救急カップマスターボール。優勝カップを手にすることができるのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。激しい攻撃、あーっと氷漬けになってしまった。おっと凍っていて動けません。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンをチェンジだ。ここで呪文の登場だ。さあこれは、おっと特殊能力がダウン。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。ここで雷パンチ。おっとこのポケモンではまずかったか。ここでダウンです。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでアズマ王の登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。あーおーっとポケモンの選択を誤ったか。おっと毒毒攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ熱いバトルが展開されております。いったー、弱点をついた。あーっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。さあもう後がないぞ。おっと凍りついている。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。狙い的中。あーっとガン来たか。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここで特殊能力をアップです。ここで特殊能力をアップです。互いに出方を伺っているというところか。さあこれは効果は今一つのようです。ここでサイコキです。弱点をついた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでバリアードの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。戦う構えに入って、これで打撃攻撃に強くなりました。激しい攻撃、ダメージは大きいぞ。体力の差がついております。さてさあ今度は、おっと攻撃をものともしていません。ここで地震攻撃、いい感じの当たり。おっとダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでニョロボンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、
一方的な試合運びとなっています。さあここでおっとこれはイマイチ、この攻撃決まった、効果的な当たり、あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。さて、おっとドキドキ攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。ここで特殊能力をアップです。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。おっと地中に潜ったぞ。さあこの場面です。おっとこれは外れ。さあ激しいバトルです。戦う構えに入って、さあこれはまずまずの当たり。さあここで、おっと特殊能力がダウン。白熱したバトルが続いております。指示が出揃って、おっとポケモンをチェンジします。ここで雷球の登場だ。さあ今度は、よし当たった。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで10番ボルトだ。決まった、効果的な当たり、あーっとダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでラフレシアの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。おっと麻痺して動けません。さあ熱戦が続いております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでユンゲラーの登場だ。これで打撃攻撃に強くなりました。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。勢いのある攻撃、おっと特殊能力がダウン。おっとしびれ子だ。おっと麻痺してしまった。さあ熱いバトルが展開されております。ここでサイコキです。効果は抜群だ。ここでダウンです。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでアーボックの登場だ。
現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこれはいい感じの当たり。激しい攻撃、これは効いた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。